スベイ。プリンスベイ。さて今日は隅っこハウスから隅っこまでの道を作ってくよ。もう道は引いてあるんだね。いろいろ悩んだけど結局ストレートにしました。そして本日の主役たちがこちら。カボチャのスツール、ラタンのスツール、木製のスツール、ダイナーなカウンターチェア、キューブライト、ヴィンテージなスツール。左から背の順に並べれてると思ってるんだが、違いがビビたるものだからわかんないわ。奥行きを出したいから手前に低い台、奥に高い台を置きたいんだけど、なかなかいいのがなかった件について。テーブルにしたら幅が大きくって茎っぽくなくなったんだよね。あとは緑にリメイクできるものもなかなかなくてね。キューブライトを緑にリメイクして電源を切ったら可愛かった。オフできたんだね。キューブライトも買ってヴィンテージなスツールも3つ頼んだんだけどさ、景気アップ条例中だったから1万ベル以上してびっくりした。もともと9200ベルで高いのに。キューブライトが996ベルで、あれ前800ぐらいだったよな。で、景気アップ条例中だってことを思い出した。バラの冠ブルーを売る前の作業だからね、これ。で、もともとここは黄色いコスモスで再現する予定だったんだけど。このシーンは隅っこ暮らしの公式 Twitter の画像を参考にしています。ひまわりの花冠なるものがあると知って、これを使うことにしました。コスモスだとただ植えるだけでしょ。あっかぶっちゃった。最初はコスモスをジグザグに植えようかと思ったんだけどさ、この隅っこハウスから隅っこに行く道と、スーパーから遊園地に行く道があってな。さっきから左下に見えてる道がそうなのね。そそそ、だからジグザグにはできなくて、画像通りストレートな道にしてやれとなりました。ちなみに映画ではこの辺の道は飛んで移動してるはず。崖を作るときが周りに植えれなくなるのが不便。それな。さてさてどうかな。いい感じだと思うけど、隅っことの境界線はどうするの？うん、ちょっと距離が短い気がするから、あと一つ先に置くわ。またまた選手権開催。箱椅子。これでね。積み木ブックシェルフ。木製ミニテーブル。木製サイドテーブル。うん、箱椅子鑑賞。あれ、一つ足りんくね？あんた頭にかぶってるじゃん。ちょうど風船から質素な帽子が出てきたから、変えといたよ。ナイスタイミング。続いて出口選手権。まずはウェディングのアーチ。違うな。続いて木の実のアーチ。違うな。やっぱこれしかないか。うん。寄せて。片付けて。大きいものかな。はい、正解はパーゴラです。おお、いいじゃん。予想より良かった。あっ、黄色にリメイクできるからしとかないと。一応道に合わせて半マス寄せてみたけど。大変。一応試しとかないとな。あー、なんか違う。なので戻しました。あと画像みたいに背の高いひまわりが欲しいので、よくわからないままダウンロードした機能を使ってみる。エイブルシスターズに行かなくても、前でザショーケースを使える機能ね。いやー便利だ。なら早くポケット40にしなよ。さすがにぼちぼちするかな。顔出し看板なのね。シンプルなパネルじゃ同じ絵が2つになるからな。さすがに複数のひまわりはないか。丸に合わすとお花が大きくなるからね。こちらの前デザインと、外国の方の前デザも借りようかと思ったんだけど、フラワーの綴りがわかんなかった。漢字も書けなくなってきてるし、ダメだよ。マジでやばい。仕事中に書けないと特にやばい。スマホ持ち込めん職場だし、さっきがカラフルだったからこれにしよう。顔出し看板を横に並べるときは、動かずに3枚飾れるから動かないのがおすすめだよ。真ん中、左、右って出るみたい。おお、めっちゃいいじゃん。朝日にぴったりだね。まあ夢には夜なんだがな。なのでこの動画でしか見れないスペシャルなシーンですよ。スペシャルねー。さあご覧ください。このひまわりの道を抜けた先にある隅っこ。マジで朝日がいい味出してるね。ふと思いついて地面にコスモス植えようかな。土の道消さずに植えちゃった。またうっかり手間を増やして。マジでめんどくさい。スコップも壊れるかもしれんし。で、お花咲かせようと思ったらクリスマスイブになっちゃった。マーティーは可愛いな。ケチャップも可愛いな。ジングルは好みじゃないけどレシピ欲しいから。ひどい。猫かぶるのは無理だから素直で行くよ。そいや、ジングルってラジオ体操するのかな。いたね。ちなみに体操は大事だと年々思います。家でのストレッチ、職場での体操、合間での骨盤矯正、大事。20歳頃から腰痛持ちだからね。ハブちゃんが腰痛持ちだったと知って押しがました。背が高いとどうしても腰痛になりやすいもんね。プレゼントはその白い袋に入ってるからね。いや、袋から出さんのかい。全圧森人が突っ込み済みだよ。あ、ちなみにこの島は南半球です。10月の前半にするとハロウィン、竹、桜の季節のレシピがゲットできるよ。あんた2年遅れてるから役に立たないけどね。おっぺん宝はお返しがもらえた。何くれたのかな。恐竜のおもちゃだね。え、まさかペンタ。お店のものじゃないよね。
筋トレでごまかしてるよ。スピカもお店任せてるけど、お店のものにて出してるの見たことないのに。いいじゃないか、それがペンタの良さだよ。ペンタいつもネタをありがとう。ドンちゃんには全部持ってかれそうだ。狙ってたな、あれは。ジュンくんまさか、ド M のストーカー？お返しはペンタとジュンくんとカモミからもらえたよ。誕生日もこのメンバーだったから親密度の高い3人かな。はい、レシピ送れ。よし、さようなら。こういう人には注意しましょう。やっと日付が移動できる。コスモス満開だね。どうしたの？ひまわりの存在感が薄くなったよね。どうしよっかな。ちょっとしばらく放置して考えますね。それでは本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。